Please say slowly ってお願いするのはありですか？パッセージを見て答える問題も目を見て言った方がいいんですか？パッセージをずっと見ててもいいんですか？この前英検の2級面接受けたんですけど、面接官の声が小さかったです。2分喋るやつって腕時計見ながらでもいいんですか？1問に1回ずつ聞き直すのはまずいのですか？聞き直し1回だけならいいっていうのは1つの質問につき1回ですか？では始まりました、アマチュアチャンネル。さあ今回はですね、英検面接対策、視聴者の質問に答えていくっていうのをやっていきたいと思います。今までね、英検のね、面接対策の動画ブワッと出てますんで、3級から1級まで出てるんですけど、まあいろんな質問が来てる、答えてほしいと思うんですが、全部書き込んでたらすごい時間かかってしまうので、この動画でやろうと思いますね。教え子に面接対策の動画出てるし、あとは結構コメント欄でいいアドバイスとか来てるって言ったんだけど、コメント欄がやっぱり今日受ける人、明日受ける人、緊張ほぐれるボタンとかですね、ここ押せ合格するボタンとかっていうわけのわかんないコメントで埋まってると、今からだやばいみたいなので埋まっちゃってて、わかりづらいって、はいわかりました、じゃあ私が質問全部探す、なんで全部読みました、質問、アドバイス。嘘もいっぱい書かれちゃってるんで、有益なのもあるんだけど、間違ったことを書いてる人とか結構いるんで、訂正していこうと思いますね。特になんかね、元面接官っていうのを名乗って嘘書いてる人がいるので、本当かどうかわかんないです。一番最初、これもうね、May I come in と言わなきゃダメと教わりましたとか、どの参考書にも May I come in は必要だと書いてあります。嘘です。はい。そう、教わったんだったら、その教えてる人が嘘ついてるし、どの参考書にも書いてますは嘘ですね。はい。全然書いてないです。May I come in。っていう具体例は載ってる参考書が多いけど、しなきゃいけないなんていうのはどこにも書いてませんね。英検はマナー講座ではありません。だもしこれで、いや、アティチュードに関係ありますとか、あと、幅シートって言うまで座っちゃいけませんって書いてある人ね。その座ってくださいって言うまで座っちゃいけない、ずっと突っ立ってるみたいなのね。嘘ですよ。だってそんなの採点基準になってないじゃん。そもそも、これいつも言うんですけど、SCBT ってあるじゃないですか。あれ、同じ基準で採点してますって言ってんのに、どうすんですか ?SCBT ってもう座ってますよ。最初立たなきゃいけないんですか？最初外出なきゃいけないんですか？無理ですね。すでに座ってる状態だし、部屋の中にいる状態なんですよ。メアイカムインって言えないし、幅シートを待つこともできないですね。だからこれをもしアティチュードの採点とかに組み込んでる英検の面接官がいたら、その人たちが悪いです。別に言っちゃいけないってわけじゃないですよ。言っちゃいけないわけじゃないけど、ノックしてコンコンって言ってカムインって言われて入ってって、メアイカムインっていうのはどう考えてもおかしいでしょ。だから英検さん見てると思いますけど、この動画、試験官にちゃんと伝えた方がいいです。マナー講座でアティチュードを採点してる人がいるとしたら、で実際、まあ、言ってないで受かりましたっていうコメントもいっぱい来てますから、それはそうです。私教えてる人たち言うなっつってるんで、自分の教え子たち言わないで入ってきますからね。で合格してますよ、普通に。満点取った子も何人もいるから、そういうことです。満点取ったってことはどこも減点されてないわけですから、そういうことなんですよ。メアイカムイン言うタイミングはいつですかとかって、ここのタイミングです、あーよかった、もうこれでマジでめちゃめちゃ緊張しててどうしようかみたいなコメント来てましたけど、そんなんどうでもいい。なんでそんな採点されないところでみんな気にするんですかね。やっぱ日本人そういうマナーを気にするね。次は、はい、Please say slowly ってお願いするのはありですか？ダメです。そのコメント返して面接の手引きにしにそれを言っても、言っちゃダメですみたいなのが書いてありますよって書いてきましたね。 Well とか Let me see は使っても大丈夫ですか？もちろん大丈夫ですとか、動画で言ってます、見て。最初のやり取りが評価に入ってたんだけど、ハワイユーのとこですか？どうやってわかるんですか、あなたに。だって最初のやり取りで点数がこうなりましたなんてどこにも書いてないですね。無理です。パッセージを見て答える問題も目を見て言った方がいいんですか？パッセージをずっと見ててもいいんですか？あー、これ結構ありましたね。3級順に2級でパッセージがついてるじゃないですか。それ見ながら喋っていいんですか？で、絵を見て喋る問題は絵をガン見しながら答えてもいいんですか？もちろんです。音読しなきゃいけないのにどうやって目見るんですか？絵見なきゃいけないのにどうやって人を見るんですか？わざわざ目を見る必要なんてありません。学校の上靴持って帰るの忘れたんですけど、家にあった適当な靴でも大丈夫でしょうか？上靴必要な会場ね、スリッパで大丈夫ですよ。別にスリッパ忘れたらそのまま裸足とか靴下でやればいいだけです。服装は何着てばいいのっていうので、これもすごい気にしてますけど、別に普通の服装で構いません。なんか制服とかって書いてるコメントありましたけど、別に制服じゃなくていいですよ。名前言うときって名前名字ですか、順番ってことね。どっちでもいいです。
だって最近の教科書名字名前になってんでしょ日本人って。だからどちらでも構わないですよ。そもそも名前って採点関係ないから気になるんですね。こういう形式的なところがどのくらいで落とされますか。例えば何点満点のうち何点減点されたら落ちるとか、 I don't know 何回言ったら落ちる、そんな I don't know 何回言ったら落ちるなんかないですよ。で昔は絶対評価でしたけど今は相対評価です。だからこの点っていうのは決まっていません。この前英検の2級面接受けたんですけど、面接官の声が小さかったです。その時なんて言えばいいですか。あーなるほど、 I can't hear you とかって言っちゃえばいいと思うんですよ。 Please speak more loudly とかって言ってもいいと思いますよ。それはまあ面接官の問題ですからね。まあ、特にマスクね義務になった時に聞こえないっていうのは生徒たちからよく聞いた。カタカナ英語だったら減点ですか。音読問題は減点でしょうね。3級順に2級は音読問題だったら減点、順1は描写の時減点されると思います。質問です。ナレーションを終えて10秒ほど待ったとして That's all というのは大丈夫でしょうか。大丈夫です、構わないですよ。点点なんで10秒ほどなのかちょっとわかんないですけど、全部できていればそんな準1級でも2級でも構わないと思います。前回準1受けました。聞き直してなおわからん時がありました。適当に答えて落ちましたが、そういう時どうするのでしょうか。わからない単語の意味を英語で聞いてもいいでしょうか。ダメです。ゆっくり喋ってくださいっていうのがダメなのと同じように、わからない単語の意味を聞くのもダメです。じゃあどうすればいいの。いや無理です、推測してやるしかないんです。だってそれだって試験の一環ですから、その単語を知ってるかっていうのがそうだ、あなたの語彙力があるかっていうポイントになってるわけですからね。答える時の初めに言う Yes, I think so, No, I don't think so は一文としてカウントしてもいいですか。ああ、英検準1級だったら3文で答えなさいとか、2級準2級だったら2文で答えなさいって言ってるやつですね。動画で言ってますよ、その後ろです。一文に数えません、それは I don't think so とか I think so は。2分喋るやつって腕時計見ながらでもいいんですか。ああ、これね、これはね聞かれることがあるんですよ。実際いいと思いますよ。だって英検のに腕時計しちゃいけないって書いてないですね。だからむしろなんでみんな腕時計してかないのって思ってますよ。このコマのナレーションしなさいって言われるときに、まあ、当然全部のコマ描写しなきゃいけないわけじゃないですか。それでどれぐらいか分かんないって言ったら当然見た方がね分かりやすいと思うけど、でもやっぱ中高生腕時計しない、携帯が普及してるからね時計をした方が有利なんだけどなって思います。アティチュードはどこで採点されるんですか。どこでってどういうこと。部屋の中で、どのポイントでってこと。それ全体ですね。 AI カムインとかハバスイートはどうでもいいですけど、めちゃめちゃね悪い態度でこうバーンつってね帰ってきたら、これはさすがにだってコミュニケーションを取る態度がないじゃない。で模擬面接いっぱいしてるじゃないですか。そこで前回アティテュードこうだったんですとかっていうのをやっぱね話し方出ちゃう、わかる。画面なしで声だけでやったりするんですけど、声だけでもやっぱね、ああこの話し方の人アティテュード低く出ちゃうだろうなっていうのはその通りだった。聞くと前回すごいアティテュード悪かった、ああやっぱりな喋り方で損してるな、やっぱボソボソ喋る人。まあ、一番は何度も言うけど無言ですね。無言の時間が長かったら当然非常に減点されちゃいますからね。気をつけないといけません。とにかく無言とボソボソは気をつけて。一問に一回ずつ聞き直すのはまずいのですか。聞き直し一回だけならいいっていうのは一つの質問につき一回ですか、それとも全体を通して一回ですか。この質問がすごい多かった。一つの問題に対してです。全体で一回ではありません。それぞれの一つの問題に一つです。で、アドバイスを書いてくれてた人がいたんですけど、聞き返すときに間をすごい開けて返しちゃったらダメですよって書いてました。間を開けてしまったらそうですね、聞き返しの減点はなくても間の減点がどっちにしろついちゃいますからね。そうだから無言の時間があるっていうのが一番危険です。俺考える時間欲しかったら One more time please って言ってガン無視して考える時間取ったぞ。時間欲しかったらやってみるといいかも。ああなるほどね。だから聞き直しを使うことによってもう一回喋ってくれるじゃないですか。だからもう一回喋ってくれるのをそれを無視して考えてるっていうね。はいはいはい、それは方法としてはありだと思いますよ。でもガン無視してるってことはアティチュード減らされる可能性ありますからね。だってコミュニケーション取る気ないじゃん。もう一回言ってくださいってこうずっと見てるわけでしょ。でもう一回言ってるけど聞く気なしってことでしょ。単なる時間稼ぎ、それ面接官わかるでしょ。バレちゃうと思うよ。この辺はね SCBT だったらねバレないじゃん。あの聞き直しボタンっていうのがあるんですよ。 SCBT の場合は聞き直しボタンをもう一回押せばそれもう一回流れてくる。だからその間に考えられちゃうっていうね。昨日受けたのですが、イラスト問題で過去進行形ではなく現在進行形を使ってしまいました。0点ですか。あー、いわゆる描写問題ですね。英検2級準1級で過去進行形で喋んなきゃいけないのに現在進行形で喋っちゃったってやつですね。文法点はもちろん減点されます。だから0点ってないから、そもそもそれぞれの大問にだって最低点1点でしょ。試験官にさ渡す紙あるじゃないですか。そこに書いてありますよね。5、4、3
321って点数、そのだから0ってないじゃないですか、あれ。英検2級の問い2のイラスト問題で2コマ目3コマ目の描写がまとまらなくて、1つの絵に3分とか答えるとマイナスされますか？されません。合ってる限り大丈夫。もう全く絵と関係ないことを読んだら限定される可能性はあると思いますけど、その3分のうちの2分がちゃんと合ってて、3分はどっか関係ないところを描写してるでも限定はされません。試験中に腹痛等でトイレに行きたくなったら、 Can I go to the bathroom now? I feel sick とか言ってトイレに駆け込むのはやむを得ないケースではダメです。ありとかいうか、自分がそういう状況だったら行くしかないでしょうけど、当たり前ですけど失格でしょうね。採点されないと思います。英検準2級までは笑顔振りまいてたら受かるんじゃないの？なわけないでしょ。そんなだったら試験の意味がないじゃないですか。違いますよ、3級までですよみたいなねコメント来てましたけど、それに対して、いやいやそんなわけないじゃん。結構多いですよね、そういうコメント来るの。模擬面接やりますっていうのを出した時も、そんなん自動的に受かるものなんだからやる意味ないだろうとかって言いますけど、いやいやいや、落ちてる人いっぱいいるじゃないですか。それ自分は受かったかもしれないですけど、僕に相談来る人ってダメでした、落ちちゃったんですけどっていう人たちなんでね、ほぼほぼ受かるんですよとかって嘘を言ってる人ね、騙されないでください。そんなのに何秒くらい考えてもいいものなんですか？笑、なんで笑った？いや秒とかは決まってないですけど、やっぱ試験官が長いとか不自然だなって思ったらですね、だって会話してる中でうーんってずっと黙られたらおかしいなってなるじゃないですか。 How are you? の後に何も聞かれませんって言ってますが、聞かれますね。私の生徒 How did you come here? って聞かれて、ホットドッグって答えらしいです。後で気づいたら試合合格しましたけど、だからここで採点されないのはわかります。まあ採点には関係ないっていうのはわかる。 How are you? 以外にも聞かれるので FYI for your information、 聞かれません。順一は聞かれますよ。その他の級は聞かれません。聞かれたら、それは試験官が間違ってる。ハワイユ以外を聞いた面接官がいて、苦情を出した子いますからね。他のこと聞いたじゃないですか、って苦情が言ったことがあります。SCBT はいろんなのが出てきますね。まあいろんなのがあるのかわかんないですけど、少なくとも僕が受けた時別にハワイユじゃなかったんで、ああいろんなの出るんだなって思いました。ただし全く採点はされないですよ。順一の人だけは気をつけてください。いろんなのが聞かれるから。今やっぱ模擬面接やってるけど、いろんなの聞かれて、やっぱり焦っちゃうって人いるんで、リラックスして面接やろうっていうところなんで、逆にそれで焦っちゃったら意味ないんで。そうだからコメントに聞きました。How are you? って聞いて、I'm nervous って言ったら、relax って言われました。そんなことを言う人もいますよ。とかって書いてありますけど、いやほぼみんな言うと思いますよ。 I'm nervous って言ったら Don't be nervous とか Just relax とかって言われると思いますよ。普通リラックスしていきましょう。どうでもいいんです形式なんてさ。しまった、目合い壁忘れちゃったとか、ノック忘れちゃった、どうでもいいです。そんなの大事なのは無言にならないで、コミュニケーションを取ろうと思う気持ちですから、それを忘れないで受験してください。はい、頑張ってください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。